皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。本日は古着ですね。こちら、ベン・デイビスのワークパーカー。カーハートでいうところのアクティブジャケットなので、ベン・デイビス版アクティブジャケットとでも申しましょうか。で、ベン・デイビスって何って方いらっしゃると思うんですよ。そこでちょっと今回は読み上げたいと思います。歴史をね。1935年、カリフォルニア州、サンフランシスコから、誕生ということですね。当時、リーバイス社で働いていたサイモン・デイビスが息子であるベン・デイビスの名前を冠して立ち上げました。タフでしっかりとした洋服仕上げや、祖父であるヤコブ・デイビスがリベット付きのポケットを発明、したことも関係あります。で、その技術が後にジーンズの歴史に重要な役割を果たしたことでも知られています。そして現在、デイビス家の魂を受け継いだベン・デイビスブランドは、最新のストリートデザインにトレンドのシルエットを落とし込み、トータルコーディネートでスタイルを提案ということですね。はい。ちょっと文章が途切れだったんですけど、ごめんなさい。で、そうなんですね。私も昔からベン・デイビスは知ってたんですけど、最近のベン・デイビス全く知らなくて、調べたところ、だいぶカジュアル寄りに行っちゃってますね。ワークというよりは、全然もう、パーカーとかニット帽とかそっちの方面で、ワークのかけらもあまりなさそうな感じに思えます。ただこちらはね、やっぱり、ワーク系のこのダックロッジを、ふんだんに使った、ゴツゴツした、ちょうどいい感じのね、ジャケットなので、カーハートとはじゃあどこが違うのか、比較は次回ですね。今後、カーハートのアクティブジャケット、あっちは US サイズの S なんですけど、こっちはね、アジアンサイズの M です。メンズの M。はい。こちらを比較していきたいと思います。そして、2023年2月現在の Amazon での現行でのラインナップなんですが、まずはオーソドックスなブラック。これ間違いないですね。ブラックに関してはね。このカラーは無難だと思います。で、次。こちらはキャメルですね。キャメルというよりはパッチワークに近いのかなといった感じです。はい。で、次が迷彩なんですが、こちらもですね、かなり個性の強い迷彩です。いろんな迷彩が組み合わさってるんですかね。大元はウッドランドだと思うんですけど、ちょっといろんな、やっぱこれもパッチワークなんでしょうかね。なんか組み合わさってます。ちなみに、すべて 16,280 円。で、カラーによりサイズが限られてますので、お早めに、お求めください。ではね、まず、こちらのジャケットを見ていきましょう。一応森林迷彩に入るんでしょうか。ちょっとカメラ位置を下げます。はい。模試オークとかリアルツリーとかいったような迷彩ではなくて、あくまでオリジナルの、森林、迷彩のつもりで作ってるんでしょうかね。そのつもりはなく、ただ、葉っぱ柄花柄みたいな感じで木柄を作ったのでしょうかね。その理由は、ここに書いてあります。はい。ね。ここに、ベンズって書いてありますよね。なので、オリジナルということです。これが、リアルツリーだったり、模試オークだったら、リアルツリーとか模試オークって書いてありますからね。で、カーハートと同じような位置に、こういう風にね、パッチと言ったらいいのかな。ベン・デイビスの。これはお猿さんのマークでいいんだよね。ゴリラにも見えるかなと思ったんですけど、お猿さんでしょうね。おそらく。はい。で、生地はですね、ちょっと音数が書いてないので、定かではないんですが、触った感じ、カーハートと同様12オンスだと思われます。はい。で、違いを見ていくと、あっちはトリプルステッチなんですけど、こっちはシングルかな？各部を見ると、そんな感じがしますね。こういった感じ。うん。ちょっとごめんなさいね。迷彩、柄が大きいので、糸の具合とかも見えづらいかもしれません。肩に関しても、腕の付け根に関しても、ステッチは、通常、かな。また、これはダブルって言っていいんですかね。ダブルステッチですかね、これはね。はい。で、下の方に行くと、リブ。サイズ感、あと作りはですね、結構違います。リブ。こういった具合になってます。すんごい綺麗な古着だと思うでしょ、これ。これ実は私クリーニング出してるんですよ。着た時は結構毛玉がついていて、で、あと匂いがね、なんて言っていいかにわかんない匂い。なんか、大衆でもないですし、香水とか動物でもないですし、タバコでもないですし、なんだこの匂いっていう匂いがしたので、フードをかぶった途端に匂いがブワーっと広がって、これは冗談じゃないということで、クリーニング、ね、安くこれ、メルカリでね、5000円もしないで買ったんですけど、クリーニングで2400円かかって結局6000円ぐらい払っちゃったっていう、わけわからんですけどね。ただ、そのぐらい臭いやつとかだったり、毛玉が気になったらクリーニング、毛玉ね、一応ダメージの部類に入るので、なのでこんな綺麗な状態に見えますけど、一応クリーニングを出しております。ここら辺の、ポケットは iPhone 12 Pro が、まあ、余裕で縦に入ります。横はどうだろう。横もそうですね、余裕で入ります。うん。で、じゃあ後ろの方見てみましょうか。後ろ見た感じ、特に、取り上げるような特別感はないですね。はい。まあ、この柄、相当珍しいですからね。僕も、ベン・デイビス自体が、やっぱりこの手はカーハートが王道ですっごい人気なんですよ。めちゃくちゃカーハートが人気で、逆に言うとそれ以外のメーカーが全然、この、まあ、アクティブジャケット系、まあ、その他もそうなんですけど、人気がないね。逆に言っちゃうとね。なので、そこら辺がね、別にカーハートじゃなくて、このスタイルのもの、このシルエットのものが着たいんだよって方には、だいぶ推しですね。ベン・デイビスいいと思います。現状ではカーハート、メルカリさんかどっかで、これの、ベージュかな？まあ、オレンジっぽいやつ。まあ、カーハートと同じような形のアクティブジャケットと同じようなやつね。が M サイズで、13,800 円で出してる方がいらっしゃいました。一人だけ。そのくらいこのベン・デイビスのアクティブジャケットの、古いバージョンっていうのはあんまり見ません。で、これが首元ですね。についているタグ。ベン・デイビス M。うん。US じゃないんですよね。アジアンなんですよね。で、キルティング。まあ、ここら辺は、生地の風合いは、そこまで、カーハートと変わらないかなといった感じはします。まあ、古着ですから、ちょっとやれ感はありますね。あと若干の取れなかった毛玉はあります。はい。で、こっちサイド、はい。こっちサイドには、特に裏側何もないんですが、逆側にはポケットがついております。大きさ的には iPhone が、まあちょっと顔を出す程度でしょうかね。はい。で、口にはベルクロなどは配置されておりません。普通のポケット。ただそれだけ。で、ここが、お洗濯表記とかね、株式会社サンマリノっていうんですね。はい。で、身長書いてあるんですね。165から175。私が171の、現在65キロです。で、胸囲が88から96。それでは、着てみ、あ、まだだね。まだでした。ごめんなさい。ファスナーです。やっぱりこれ、ビッグスタイルですよね。この手のアクティブジャケット系はビッグスタイル。かなりでかい。これが。こう見ればいいですかね。こうかな。ユニバーサル。縦書きなんですね、ユニバーサル。YKK。はい。これは、でかいのには理由がありまして、厚手の手袋をした時でも、ファスナーの上げ下ろしがしやすいように、これが、つまみがでかいんですね。はい。では、試着してみましょう。それでは、じっくり見ていこうと思います。まずは細めのパンツからですね。はい。ジッパー開けた状態。ちょっとこのパンツ久しぶりに履いたんですけど、お腹がきつい。やばいっすね。ちょっとダイエットしようかなと思ってます。はい。丈もそうなんですけど、一番注目すべき点は、袖丈ですね。やっぱりカーハートと比較しちゃうので、なんというかジャストサイズなんですよ。良くも悪くもジャストサイズなんですね。で、私が先ほども申し上げた通り、身長171の体重今65なんですが、リブがもうちょっと下の位置にあったらいいかなっていう感じがすごくします。はい。カーハートの場合はね、まあ後日比較動画出すんですが、リブが見えないんですよ。でもベン・デービスの場合は M サイズでも L サイズでも XL でもリブが見えるんですよ。こんな感じでね。ただ、袖丈は若干長くなるので、私と同じ身長ぐらいの方の場合は、まあ、本当にジャストがタイトめが好きな方は M サイズでいいんですが、袖にもうちょっと余裕が欲しいという方は L か XL でも全然平気だと思います。ヤフーショッピングとか楽天さんかな、モデルさんが試着してる絵があるんですけど、これ見てもらえます？袖がね、前習いするとこんだけツンツル手になっちゃうんですよ。手首が出るんですよ。で、このスタイルが私は嫌いなので、袖丈もうちょっと、あと、せめて5センチくらいはね、リブじゃない方の袖丈、ダック生地の方が袖丈が5センチなければスタイル変わったのかなと、そんな感じがしますね。裾、全体のね、ボディの方の裾と、袖丈のブラックのリブがまっすぐ来てるんですけど、気をつけするとね、そこで合わせたのかもしれませんが、スタイルとしてはね、もうちょっとダボっとした着た感じしたいです。なので、まあ、ヒップホップとか、そっちのダボっとした感じよりは、本当にストリート寄りなスタイルを求める方にはいいのかなといった具合でしょうかね。やっぱりちょっとダボっとした感じの着たい私としては、うん、ちょっとジャストフィットすぎるなっていうのはあります。かといって、肩幅、身幅に関して窮屈さは一切ありません。フードも被ってみたんですけど、首とか頭、後頭部が引っ張られるような感じも全くありません。ですが、これはあくまで、最初にね、カーハートのアクティブジャケットを着た上での感想です。アクティブジャケットに慣れ親しんだ人の感想ですから、アクティブジャケットを全く着たことがない人間からすると、まあ、これが普通なんだなと。いった感じの基準になると思いますので、そこら辺は個人的な意見ですので、あまり深く考えなくてもいいのかなと思います。といった感じで今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。